アフメッド・モハメッド・マハムド・シランヨは、ソマリランドの政治家。2010年から2017年までソマリランドの大統領を務めた。平和統一開発党党首、イサック氏族のハバジェクロ氏族に生まれた。1946年から1957年に、かけてシャイフとアモードで、中東教育を受けた。 1958年から1960年にかけてイギリスの一般教育修了試験を通過し1960年から1963年にかけてマンチェスター大学に在学史経済学の学士号を取得1966年にマンチェスター大学の修士号を取得した1965年から1969年に かけソマリアモガディシオで、事業調整省の高級官僚として勤務した。1969年から1973年に、かけ、事業調整省。1973年から1978年。1980年から1982年に、かけ、商業省。1978年から1980年に、かけ、 国内経済会議議長を歴任した。1982年から1990年にかけ、ソマリ国民運動イギリス支部の議長を務め、これは最長の任期であった。1993年から1997年にかけて、ソマリランド共和国会議員。1997年から1999年には財務省として、 財政改革を主導した。1999年から2000年にかけて事業調整省に就いたが2001年に辞任した。2003年に大統領選挙に出馬したが僅差で落選し、2010年の大統領選挙で現職のダヒルリアレカヒン大統領を破り当選。2010年7月27日に大統領職に就いた。 2017年12月14日に退任。r u l e r s o r g スラッシュソマリア。ruleers.org 2020年12月10日。閲覧。ありがとうございます。